はいどうも熊沢です。今日は9月18金曜日、土曜日日曜日月火と4連休になるんですかね。世間はいやー4連休ですか。いわゆる何シルバーウィークってやつなのかな。ちょっとよくわかんない、よくわかってないんですけど、はい、もうね8時になるの、あ7時だ、7時ですね。19時、今日はね、うちの猫3匹いるうちの、まあ真ん中っていうかね、2番目に来た子がちょっと最近ね水を飲む量が増えたっていうか頻度が増えたような気がしてて、まあちょっと気になってて、っていうのもね2年前に連れてきた子なんですね。ノラの子だったんですけど、首輪をしてるノラというか、まあ、すごい不思議な感じで、まあ、その近辺、いた近辺を探してみたんですけど、別になんかこう飼ってる人っていうのは現れず、まあ、そのままうちでね暮らすことになった子なんです。で今ねかかりつけで行ってる病院の先生に、まあ、CT っていうか、なんだこれこういうやつなんていうのあれ、なんかあるじゃないですか、妊婦さんとかがやるようなエコーか、エコーとかいろいろ見てもらったり、血液検査とかもしてもらったりして、片っぽちょっとまあ腎臓が小さいから、まあちょっと片っぽに負担がかかると腎臓壊しやすいんで、まあ気をつけといてあげてくださいねっていう話をしてもらってたんで、まあ水飲みすぎるっていうのがまあ、なんかの一つのサインなんじゃないかっていう、まあ、考え方もあるので、まあ、連れてったわけです、今日。ていうか、連れて行くぞという予定があったんですけど、まあ、今日暑かったじゃないですか。で、僕、晴れてからずっと、ちょっと晴れてほしいって言ってて、まあ、外にちょっと映像を撮りに行きたいっていうのがあったんで、まあ、ちょっと明るい時間帯に、外に、まあ、動画を撮りに行ったと。映像を撮りに行った。で帰ってきて、まあ、ちょっと汗くせえなとか思いながら、まあ、ちょっとさっきね、ほんとさっき連れて行きました。で、まあ、血液検査もしてもらって、まあ、前回の血液検査と比べても、まあ、あまりこう何かこう大差出てるっていうこともなかったんで、まあ、一旦また1ヶ月後定期的に見ましょうかっていう感じで、まあ、話は終わったんですけど、まあ一旦まあこう何事もなく、血液検査で何か悪いところ、引っかかるところっていうのがあったとかいうことはなかったんで、まあ、よかったなっていうふうに思いましたね。で、僕ね、その夕方に連れてくっていうことが今までなかったんですよ。で、いつもこう、朝一連れてくっていうことが結構多かったんで、比較的こうゆったりっていうか、してたんですけど、さっきね、ちょうどその僕が病院で血液検査の結果を待ってる時にゴールデンレトリーバーが来たんですよ。ご夫婦とゴールデンレトリーバーが来て、でね、抱きかかえて来られて、もう十分成犬ですよ、成犬なんだけど、抱きかかえてね来られて、ちょっとね、なんかこう下半身が動かないような感じになっちゃってて、で僕とほぼ入れ替わりで診察に入ったんで、まあ、詳しいことはちょっとまあね、話しかけるあれでもなかったんで、あれだったんですけど、その、まあ、うちの子も結局、まあ、言ったら言葉っていうものはないわけですから、なんか最近すげえ喉乾くんだよねとか、そういうのってわからないわけですよ。で、まあ、その子も全然すごく元気そうにはやっぱ見えるんだけど、なんだろうな、何があったのかわからないっていうのは、言葉がね、もう喋れないからじゃないですか。でも例えば猫で言えば、猫も犬もそうだけど、まあ、尻尾って感情を表現したりとか、あとまあ猫の場合は瞬きで何かのサインをしてくれたりとかするんですよね。で、まあ、なんかそういうサインを
こう見落とさないようにするっていうのは結構その動物と暮らす上では結構重要なことで、例えばご飯を食う量が減ったとか逆に増えたとか、水を飲む量が増えた減ったとか、やれはそのおしっこの色、うんこの、色であったり硬さであったり量であったりとか、そういうこうなんとないっていうか何気ないところのこうサインっていうところでこっちが気づいてあげないとダメだったりするんですよね。あと最近甘えに来ないなとか、よくその物陰ってんじゃないけどに隠れてるっていうか、そのまあそうちょっとこう距離を置いてるなとか、まあ、そういう小さいサインにこうどう気づいてあげれるかっていうのがすごく重要だなっていうのをこう改めてこう認識したなっていう、なんかそういう感じだったんですよね。そうだからそのどういう理由で要はその歩けなくなっちゃったのかっていうのは僕はちょっと分かんなかったんですけど、でもまあ何かしらが理由なはずだから、絶対にそれがなんかね病気なのか、そのいわゆる事故みたいなものなのか、それはちょっと分からないけど、何かをねきっと訴求してくれてたりするんです、動物って。でまあ動物好き嫌いっていうのもあると思うし、犬は好きだけど猫は嫌いとか、逆もまたしかりだし、別に嫌いまでいかないけど興味ないとかあんまり詳しくないとか、まあそういうのってあると思うんですよね。で僕小さい頃に犬に噛まれたり引きずり回されたりしたことがあって、すごく犬苦手だったんですよ。嫌いではないんだけど苦手で、で飼ったことある生き物って言ったらカメとかカブトムシとかクワガタとかアリとか、なんかそういうレベルだったんだけど、成人して音楽始めて東京出てきて一人暮らしして、なんかねひょんなきっかけで猫ちゃんをね引き取ることになったっていうのが過去に一度ありまして、でその時にね寮に住んでたんですよ、新聞屋さんので。いわゆるそのお店の中にある寮と外に借り上げてる一般のそのアパートとかマンションとかの寮と、まあ2パターンあって、僕はその外に住んでたんだけど、だから引き取ったんですよ、大家さんにも話して。なんか迷い猫みたいな感じで猫をまあ外に放しながら面倒見てるおばあちゃんのお客さんがいて、その人に相談されて、あじゃあ僕連れて帰りますって言って、キジトラの子ね一緒に暮らしてたんだけど、すごいいい子だったの。なんか飼われてたんじゃないかなって思って、でもまあその下町にいましたからね、ご老人のね、その孤独死とかがあったりとかしてご飯くれる人がいなくなっちゃって迷う子とかもいると思うんだよね。でまあそういうことがあって連れて帰ってきたんです。でね半年ぐらい一緒に暮らしてたんだけど、そのお店の事情でいわゆるそのお店の寮、お店の建物の中にある寮に戻らなきゃいけなくなっちゃって、まあね一応掛け合ったんですけど、やっぱりお店のルールだったりもするし、まあちょっとね限界があったんで、お願いするにも。でちょうどその専門学校の時の友達、専門学校僕ハリキューの学科で通ってたんだけど、そこの時の友達が隣町に住んでて、たまにね飯行ったりしたので、彼女とあと彼女の連れ子と一緒に暮らしてたんだけど、その彼はがそのまあ彼女がすごい猫が好きだっていうのがあったりとかして、よくうち遊びに来てね遊んだりしてくれてたんですよ。でそういう事情を話したら、そしたらうちで面倒見るからって言ってくれて引き取ってくれたんですよね。で僕も頻繁に遊びに行ってたんだけど、まあちょっとその彼、専門の同期の彼が地元で個人会議をすることになったから、
あの山形に帰るってなって、一緒に連れていくからっていうのを連絡くれて、最後挨拶してね、っていうのがあって、で僕もその最後まで責任持って面倒見れなかったっていうところがずっとこう根っこに残ってたりもするんで、なんかもっとあれああしてあげれたらよかったんじゃないか、こうしてあげれたらよかったんじゃないかっていうのはね、そのタンコブみたいにね、心の中にこうちょっと残ってるしこりみたいな部分があったりするんですよね。でまあうちはなんだかんだで、結局ね3匹いますけど、だからそういう小さなサインとかにはなるだけこう気づいてあげれるようにしたいなっていう感じですね。でも結局人間関係もそうで、こう気丈に振る舞っていても、なんか小さなサインっていうものは結構発していて、だからそのやれ自ら命を絶ってしまう人であったりとか、まあ、いろんな人がいますよ。そういう人たちだけじゃないけど、それは家族もそうだし、恋人もそうだし、夫婦であれば、奥さんとかご主人とか、まあいろいろ立場っていうのはありますけどね、肩書きっていうのは。それぞれが信頼しているされているっていう中で、小さなサインなるだけ相手に気を使わせないように気丈に振る舞うっていうことができるのが人間であって日本人だったりするので、それでも何か発してる小さなサインにみんなが敏感に気づいてあげられる、人の痛みにこう敏感になってあげられる世の中であれば、いくらかいいんだろうなっていうところにまで、考えが至る、そんな数時間でしたね。はい。まあそうなんですよ。そういうのも、そういうのを汲み取れるようになれば、要はその行間を読むっていうところだったり、感情の小さな機微を汲み取る力にもつながるから、作品を作るっていうところにおいてもすごくね、微細なタッチで描くことができたりもするんだろうなっていう、なんかそういうところにもつながってくるなっていうのが、きっと人間力っていうところにもつながるんだろうなっていうふうに実は思ってたりするんで、まあなんかそこの再認識っていうものを動物を通じてした、そんなさっきの1時間っていう感じですね。はい。まあ1日終わるまでにね、やっぱり何かしら起きるわけですよ。アンテナ張ってたらさらに何か起きるわけなんで、はい。まあそんな感じで外で撮ってきた映像も編集しながら、生きていこうと思います。熊沢でした。